省エネ法に基づくラベリング制度の理解と活用この章では家庭部門の省エネの必要性と小売事業者等の担う役割について説明します家庭部門の省エネ促進の必要性と家電販売員等が生活の快適性の向上と省エネ促進の両立を可能とする重要な担い手であることを理解します このグラフは、第一次石油食事の1973年度と2019年度の日本の最終エネルギー消費量と、その部門別の内訳を示しています。2019年度の各部門のエネルギー消費量は、1973年度と比較し、企業・事業所他は1.0倍、家庭部門は1.8倍、運輸部門は1.7倍に増加しました。 家庭部門の消費量が増加した背景には、生活の利便性や快適性を追求する国民のライフスタイルの変化、世帯数の増加などの社会構造変化の影響があり、その結果、家庭部門の消費量が全体に占める割合は、1973年度の9%から2019年度の14%で変化しました。日本は、 エネルギー資源のほとんどを輸入に頼っており、省エネはエネルギーの安定供給を確保する上で不可欠となっています。ここで問題です。家庭部門のエネルギー消費量は、日本全体の何パーセントでしょうか。1973年度、2019年度、それぞれについてお答えください。 答えは、1973年度9%、2019年度14%です。これは、2019年度における家庭のエネルギー消費量の用途別割合です。家電製品の普及、大型化、多機能化などに伴い、冷蔵庫等の大型家電が含まれる動力と、 照明の割合が3分の1を占めているのがわかりますまた、暖房は25%、給湯は29%とどちらも大きな割合を占めています1973年度では、動力、照明、他の消費割合が23%でしたが大型家電の普及等により、2019年度には34%まで増えました 皆さんが子供の頃と、現在の家庭にある家電製品を思い浮かべてみてください。その数や大きさの違いがイメージできるのではないでしょうか。左の写真は、2018年7月の西日本における豪雨被害の様子。右の写真は、2019年10月の東日本台風による被害の様子です。 夏の高温による熱中症被害も毎年報告されています。個々の気象現象と地球温暖化との関係を明確にすることは容易ではありませんが、地球温暖化の進行に伴い、今後、豪雨災害や猛暑のリスクがさらに高まることが予想されています。日本は、2020年10月に2050年カーボンニュートラルを宣言し、2021年4月に 2030年度の温室効果ガス排出削減目標として、2013年度から46%削減することを目指し、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けるとの新たな方針を示しました。それらを踏まえた第6次エネルギー基本計画では、徹底した省エネルギーによる2013年度比0.6億キロリットル程度のエネルギー削減が見込まれています。 グラフに示すとおり、2030年度は省エネ対策を取らなかった場合のエネルギー需要量に対して18%、6200万キロリットルの削減が必要であり、削減量6200万キロリットルのうち、家庭部門の削減量は1200万キロリットルです。2019年度時点の削減量は357万キロリットルと、 進捗率はであり、一層の省エネが必要となっています家庭の省エネルギーは省エネルギー性能が優れている機器を使う省エネルギー行動を実践する住宅の省エネルギー性能を高めることによって進めることができます省エネルギー性能が優れている機器を使うは 機器の省エネ性能が著しく向上しているため、買い替えをすることや購入時により省エネ性能が優れている製品を選択することが該当します。省エネルギー行動を実践するは、機器の使用時間を見直したり、使い方を工夫したりすることで、例えばエアコンの場合、設定温度を適正にすること、使用時間を短くすること、 フィルターのの掃除や室外機の設置環境に配慮すす。ることなどです住宅の省エネルギー性能を高めるは、住宅の断熱、機密性能の向上、夏の日射遮蔽、冬の日射取得などが該当します。ただ、これらを消費者の皆様に対して強制的に実施してもらうことは困難であるため、これらの行動を促す関係者からの支援が重要であり、 国をはじめとした各所からの情報提供や、メーカーによる省エネ性能が優れている機器、建材等の開発、省エネ住宅の販売、省エネリフォームの促進などが支援となります。特に、家電製品等の販売員は、消費者と直接接点を持つことができ、それぞれの要望や事情に合わせた最適な製品の提供やアドバイスができる影響力のある存在です。 また、ネットショッピングサイトや比較サイト等における情報提供も消費者の選択に影響します。家庭の省エネを進める上で、小売事業者等の果たす役割は非常に重要なのです。消費者が家電製品等を購入するときに、 省エネ性能が優れている製品を選べるよう支援するために開始されたのが、小売事業者表示制度です。家電製品の小売事業者等から消費者に対して、製品の省エネ性能や経済性を示したラベルを表示し、省エネに関する情報を提供することにより、省エネ型製品の選択を促そうとするものです。制度の詳細は第3章で、 ラベルの詳細は第四章で説明します。ラベル表示の効果を示した調査結果を紹介しましょう。これは、仮想の EC サイトを使った実験結果です。実験参加者を6つのグループに分け、エアコンについてそれぞれ異なる表示を行い、選択した製品の省エネ性能を調査しました。ここでの省エネ性能は、 統一省エネラベ1のエネルギーの情報を何も表示されなかったグループが選択した製品の星の数の平均値は3.44であったのに対し2星の数による省エネ性能32の星の数による省エネ性能を強調した表示4年間目安電気料金 すべての情報が表示されたグループのいずれも選択した製品の星の数の平均値は3.44よりも統計的に優位に高いという結果でした。統計的に優位とは偶然ではないと統計学的に判断できることでありこれらの情報は省エネ製品の購入につながる情報であることがわかりました。